いや、マジでね、本当にバンダビルドはね、いや、今、ブランドン・クラークがいるグリズリーズが強かったりさ、結局なんかオフェンスリバウンドの価値がもう一回上がってる気がする、NBA で。オフェンスリバウンド取れた方が強くねっていう。それこそ一回逆の流れがあったじゃん。ウォリアーズみたいに誰もリバウンドに行きません。でもそれの方が強くねみたいな。で、なんでかっていうと、相手のトランジション潰せるよねっていう。こうリバウンド頑張って失敗して走られるぐらいだったら、もう最初から絡まずに全員が戻って、トランジションの準備をね、しておけば、やっぱりヤニスみたいな選手を止めないと優勝できない中で、って考えた時に、まあ、やっぱリバウンド絡みに行かない方が優勝できるんじゃないのっていう流行りが一回あって、っていう中で、でもじゃあセルティックス VS ウォリアーズの頂上決戦の時も、やっぱケボン・ルーニーとロバート・ウィリアムズのオフェンスリバウンドの取り合い、お互いあそこをね、プライドかけて、ね、ガチンコでやりまくって、セルティックスが勝てたのもロバートのオフェンスリバウンドめっちゃ大きかったし、で、スティーブン・アダムズ、ブランドン・クラーク、で、今日の試合、サンズがペイサーズに勝てたのも、ジョシュ・オコギーのオフェンスリバウンドがめちゃめちゃでかかったよね。コーナーからの飛び込みリバウンド。で、今日24点取って、キャリアハイの4ブロックして、リバウンドも10ぐらい取ったんやけど。でもやっぱめちゃくちゃ下手だわ。めちゃくちゃ下手。24点取って、それこそユージーさんから、オコギーの試合見てくれっていう DM 来て見たけど、やっぱ下手だよ。まあ、トランジションでこう突っ込んで当たった後のね、バランスが崩れた時のこの手だけの、柔らかさでシュートタッチで決めるっていう、あそこは多分成長したんだろうなとは思うけど、時たま見せるピック使ってのプルアップとか、マジでセンス感じないし、でも24点取ったんですよ。そこがすごいとこで、なんで取れたかって言ったら、やっぱセカンドチャンスだよね。飛び込みリバウンドのうまさ、滞空時間、身体能力。まあ、オコギーの場合は身長が低すぎるからさ、193センチしかないから、結局2番ポジションになるよね。でも2番ポジションで飛び込みリバウンドできますっていうところに、どれだけ今 NBA のリーグが価値を見出してんのかが、ちょっといまいちわからん。それこそ、オコギーよりも3センチ高いサイブルがね、196センチのサイブルが、去年よりもプレイタイムめっちゃ減ってるわけじゃん。今年12分しか出てませんみたいな。少なくともドッグリバースはあんまり価値を感じてないわけよ。でも一方でバンダビルドみたいな選手の価値は昔よりは上がってる気がするのね。でもバンダビルドは身長が大きいからなのよ。ノンシューターだけど身長大きくて手足長いっていう。だからその今のこのオフェンスリバウンド取った方がいいかもね、なんだかんだっていう流れが、バンダビルドを超えて、2番ポジションで飛び込みリバウンド得意ですみたいな、おこぎ系の選手にも、その流れが浸透するのかどうかはよくわからん。バンダビルドってそういえば何センチなんだろう。ちょっと待って。バンダビおじさんの、バンダビ多分198ぐらいありそうなんだけどな。バンダービルド、バンブリードじゃなくて、バンダービルド、バンダービルド、バンダービルド、バンダ。2メートル3あったわ、この人。23歳、2メートル3センチ。だから難しいよな。10センチの差があるんだもんな。オフェンスリバウンド今シーズン2.5本か。24分で2.5本でしょ？ 36 分出たらまあ3本以上取ってるもん